はい、爆食マス別スタジオチャンネル始まりました。ということでおはようございます。今日はですね、池袋にございますワンローストビーフ大野さんにやってまいりました。なかなか久しぶりの大野さんとなっておりますが、はい、朝からローストビーフ決めていきたいと思います。よいしょ。はい、ということで、すごい、とんでもないローストビーフ丼がやってまいりました。こちらなんですけど、ローストビーフ丼定食っていうやつのメガ盛りサイズを今日は特別に作ってもらいました。ものすごく綺麗でございます。富士山のようになっております。で、このローストビーフ丼定食なんですけど、なんと黒毛和牛を使用しております。とても贅沢なリッチなメニューでございます。では、いただきます。すごい、綺麗。どこから取れば？いきます。あら、あらららららら、ら、うわ、綺麗。あ、やばい、でかっ。じゃあまずは1枚。うわ、でかっ。やらかっ。何これ。ん？すうまいよ、これ。あ、しかもタレ好きなやつ、めっちゃ美味しい。あのね、お肉の柔らかさがほんとここまで薄くきれいにおっきく切ってくれてるから、頬張る欲も満たされるし、ですがめちゃくちゃ柔らかいのでガツガツ食べれるし、なんか全ての肉のいいとこ取りしてるんですけど、お肉うんま、黒毛和牛すごっ。ソースが2種類かかってんだよね。普通は1つかかってんだけど、今日はちょっとメガ盛りサイズなので2つかけてもらいました。あ、てか普通にお金を払えばダブルソースできるから、みんなも2種類の味を楽しめます。ちょっと山わさびいっちゃいましょう。うん、あ、うまい。うん、クリームソースタイプだけど山わさび入ってるからさっぱりする。うん、うん、うん、いやー、いやー、なんてうまいんだ。うわぁ、うわぁ、うん、うん、卵きれい。うわぁ、うわぁ、はい、すごい噴火。君の君火山になっちゃった。で、これを贅沢にディップします。うわっ、黒毛和牛のすき焼きみたいになってる。うまっ。うん、最高。うまっ。ナムルみたいになってる。うん、なるほどね。ローストビーフのお供に、うん、美味しすぎて全然なんか気使って食べれてない。クリームチーズがついてくる。うわ、うまいし、このクリームチーズ。あ、分かった、これとこういうことでしょう。うわ、このクリームチーズ本当美味しいの。こういうことでしょう、多分。うん、うまい。合うね。うわ、
うわすき焼き。うんうまい。最高。もうそれはリッシュの付け合わせでついてきます。うん、もう美味しい。スープもテールスープだから。いかに山を崩さないか。陣地取りゲーム。めっちゃ自然に崩れそうなのに。行きます。あー、おお、意外と強い。行けてしまった。ちょっと待ってよ。さよなら。うわー。わー。あ、だからこれライスコントロールミスったわ。そもそも肉がめっちゃ柔らかい。うんごい。口どけ。ついに、ほら、山を、うわぁ、山を割りました。うわぁ。Thank you.
り出すと。はい、食べた。はい、ということで完食いたしました。あ、待って、もしかしてキロ数言ってなかった。2.8kg の特別丼でございました。まあ、よかったっすね。黒毛和牛のローストビーフ、 A4 ランク以上の国産黒毛和牛を使っているということなので、この贅沢なローストビーフ丼でございました。ローストビーフ丼だけどさ、これ定食になっててスープとかさ、あの美味しい激うまクリームチーズとかついてるのすごいね、なんかお得感があってめちゃくちゃ美味しいでございます。はい、かなり贅沢なモーニングになってしまいました。めっちゃ美味しかったでございます。ということでごちそうさまです。はい、この動画がいいと思ったら高評価、アップしてもらって、気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またね。